ほええの撮れた。現場に到着しました。え、谷底へ。ちょっと待ってよ。はい、おやした、私は広島県三原市の三瓶商事の大さんです。今日もよろしくお願いします。今日は年末に走り納めということで山口県の、コースに走りに行きました。今前を走ってるのは、今まで動画に何回か出てましたが永遠のライバル野田店長になります。野田店長とは16、17ぐらいからですね、トライアルで、プロライダー目指して中国地方で一緒に頑張ってた、永遠のライバルになります。でまた最近エンデュール私が始めたのでこうやって一緒に走ってもらってます。なんとXR600 っていう 600cc のオートバイでええの取れた。こういったセクションっぽいところを走るのはすごく大変だと思うんですが、やっぱり腕がいいのかそれなりに走っていくのですごいなと思って後ろをついて行ってました。結構重たいバイクなので小回りとかも効きにくいですし、こけそうになった時に耐えれなくなったりいろいろ難しいとこあると思うんですが、さすがだなと思って後ろをついて走っていきました。でエンジンかけるのがキックしかないので大変、エンストした時に苦労してたんですが、途中からちょっとオーバーヒート気味になったのかな。なんかアイドリングが安定しなくなったりエンジンがかかりにくくなったりしていました。でもそれをごまかしながらでもこうやってスピーディーに沢を走る、さすがだな。壁に激突。フォーサイクルの短気筒で 600cc なんですごい走りにくいと思います。暴れる。すごいパワーですよね。首かしげてますね。それでもなんとかこう乗りこなしてどんどんと前に進んでいくのですごいなと思います。タイヤも結構モトクロスタイヤを履いてるのでこういった岩とかグリップ悪いと思うんですよね。それでもなんか頑張って走ってどんどん進んでいきました。ここは岩盤ですね。ここで止まるとちょっときついですよね。リアタイヤが全然グリップしてないですね。重たいって言ってます。重たいしパワーあるしチュッパチュッパ号だ。大丈夫かな。よいしょ。うわグリップ抜けた。この辺りからちょっとオーバーヒート気味で、エンジンがかからなくなってきたんですよね。嫌なとこで止まってる。なんかエンジンかけるのコツがあるみたいですね。野田店長この XR の初乗りがここですからね、なかなか厳しいと思いますね。
この辺からエンジンのかかりが本当悪くなってきた時ですね。また。こういう一人ハードエンデューロの人と一緒に走っとったらキックばっかりしてましたねもうこの辺からアイドリングが安定しないんですよね。この辺から店長にただならぬ気配を感じ始めました。この先に結構長いヒルクライムがあるんです。もう背中から俺はここを走るために来たんだと言わんばかりの気配を感じながら見てました。ちょっと見えにくいんですが何かが終わった気配を感じました大丈夫かなと思いながらちょっと見に行こうと思いながらアプローチしていきます。そうするとですね、すごいすごい、ちょっと見せて見せて、すごいすごいことになってました。すごい、あれそれオプションオプション機能それすごいオプション持っとるなバイク向こうへ現場に到着しました。え、谷底へ。ちょっと待ってよ。よいしょ。谷底に落とす？無理だ。無理っぽいね。ちょっとエンジンセルでかかるんならまだしも。まあね。普通のね、あの普通の250でもちょっと考える状況ではあるよね。まあ普通ならあの下のラインで上がるかな。うん、あっこ行ったらここどこ、ああ、まあ多分元気はならんと思うよね。ああ、だいぶオプションの時間が長かったよね。チュッパチュッパ後ああ何がしんどいって、こう人間が上がってくるのがしんどいありがとう。すごい急なヒルクライムなんですよね。なかなか人が歩いて上がるにも厳しい斜面にのヒルクライムでした。 XRS オンリー XR ゾーンにして、あ、 XR ズオンリー、この XR ってバイクはで活躍した多分スライダーかなんかが、うん、作ってるブランド。あーXR ただ一つ。ああ、リア落ちるかも、気をつけて。もうちょっとしたことでリアタイヤ流れて落ちそうなんですよね。鉄道は追おうとしてません。確かにここでキックしたら絶対落ちるね。でも手伝おうとしてませんお、いた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 、もうちょいもうちょい、まだ、うん、ここ、おー、今度フロントが、ああ残念、まだ諦めてない。ああ、ダメだ。一緒にやるのはいいんだけど、いかがに考えたらやる。うん、そうだね。やっぱりこう 600cc とか向いてないのかなと思ったんですが、こういったヒルクライムとかは
すごい勢いでの、ね、登っていくんだなとびっくりしました。そんな一日でした。はい、ということで、年末乗り納めで、山口県まで行ってきました。で、永遠のライバル野田店長が XR600 で参戦してくれて大変楽しい一日になりました。今年も、ハーレーネタ、エンデューロネタ、ガレージネタといろいろお送りしていきたいと思いますので、今年度も今年も引き続きよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。